アイドルバスターシンデレラガールズシャドーバースエボルブコラボスターターを買ってきましたよ。ということでこちらですね、もうシブリンの顔にすごい光が乱反射しておりますけれど、そんなシブリンも可愛いというところ、いやこのスターターね、この大きさですよ。まあこれスターターがねそれぞれ箱買いしてるんですけど、なぜカード、まあ、買うゲームをやってる人ならわかると思うんですけど、なぜスターターを箱買いしているのか。そうです、スターターデッキなんてね、普通多くても2つあったらそれぞれの種類がいいんじゃないかと思うと思うんですけど、今回箱買いした理由はただ一つ、このスターターの中にね、このゲームで使うリーダーカードというのがね1枚入っているんですが、ランダムでそのリーダーカードにパラレル仕様のねカードがスターターに入っているということで、今日はね、そのこの一箱でもうね、ニュージェネの誰かのパラレルカード引けるんじゃないかという淡い期待を抱いて開けていきます。ちなみに友達はこれをね2箱ずつ開けて、僕は1箱ずつけど、2箱ずつ開けた友達はリーダーパラレル1枚だけでした。なのでこの3箱で当てるというこのチャレンジはものすごいチャレンジになるということで、早速ですが上げていきましょう。やはりここはどうしましょうか。全員シンデレラガールなのでね、優先順位をつけるのが難しい。なのでどれにしようかできます。どれにしようかな、天の神様の言う通り、私こそがシンデレラガールズ。あー、チャンミオ、やはりチャンミオ、どんな時でもチャンミオが選ばれていく。だからこそチャンミオは総選挙でずっとね上位に入り続けていたんですよ。わかりますか。さあ行きましょう、チャンミオカモン。あ、綺麗に開けたい。はい、ということで一箱にスターターが 1,2,3,4,5,6 6入っている。つまりサブ6、18ねスターターがあるということで、さあ、お、これね、もうまあこの表紙の時点ではね、まだね、リーダーパレルがどうかわからないですよ。これはね、ここに6って書いてあると思うんです。これは6コストのカードっていうことでね、リーダーのカードではないので。よし、ということで、この状況。まあ、このね、スターターデッキを買えば、もうね、シャドーバスエボルブをやったことがない人でも、アイドルマスターシンデレラガールズのカードで、そもそもね、ゲームを始めることができるという、最高なパックなんですけれども、各スターターそれぞれまず1箱目はね、どんなカードが入ってるのか、ファーッと見ていこうと思います。ズワッ！ババン！あ、これですね。このパック。このパックの中におそらく入っているのかなという、ちょっとよくわかってないんですけれども、まだ。ズワッと。まあ、こんな感じでね、なんかゲームにおそらく使うであろうものと、ルールシートが入ってますね。まあ、僕もね、カードゲーム、遊戯王、ポケモンカード、ワンピースカードゲーム、バイス・シュバルツ、ワンピースは言ったな。ファイヤーエムブレムサイファー。そしてユニオンアリーナとね、たくさん触ってきてますが、シャドーバスエボルブは全くルール知らないので、ちょっとね、このテキストとか読んでも多分、ね、意味がちょっとわからないと思うんですけれども。とりあえず、あ、違いますね。これリーダーカードは普通に入ってますね。これがリーダーカードなんですよ。この白いのが。なのでちょっとこれは最後にちょっと見ましょうか。これがリーダーカード。これにパラレル仕様があるという。まあ、パラレル仕様じゃない、通常版の仕様を知らないんで、これがいきなりパラレルだった場合、僕はこれがパラレルかどうかに気づくことができないという。まあ、それは置いときまして。とりあえず、それでは、パッションのデッキ、一枚一枚ちょっとカード見ていきましょうか。やはりここは、ポジティブパッション、ホンダミオ、素晴らしい。もうテキストはちょっと読まないですね。わからないので、効果が。もう、ひたすらに可愛いポジパのミオ。わー、そして、手作りの幸せ。高森愛子、早くポジティブパッションの高森愛子を吸ってくださいよ。サイゲームスさん、デレステで早く作ってくださいよ、待ってるんですよ。ポジティブパッション、そうですよね。なんでね、ここはポジティブパッションなのに、高森愛子だけは、手作りの幸せなのかと。デレステ運営さん、早くポジティブパッションの SSR を出してくださいよ。もうそれだけです、僕が言いたいことは。あー、カオルちゃん、よろしくお願いします。やはり U149、素晴らしいアニメだった。カオルちゃんめっちゃ良かったからね。スズホちゃん、いいね。もうこのチョイスが何より熱いでしょう。スズホちゃんが入ってる。あー、ミリアちゃん、もうわかりますか、このミリアちゃんのこの可愛さが。もう光ってようが光ってなかろうが可愛いんです。いやー、来ましたよ皆さん。
我らのアイドル、スーパーアイドル矢口美優さんも彼女の前ではみんな笑顔にっこりです。本当に最高のアイドル、嬉しすぎる。あ、松山久美子さん、この美しさから溢れ出るメロディー、もうね、カードから音符が漂ってきている、わかりますか。あー、もろぼしきらり、もうね、テキストの意味はわからないですが、ここ9コスト、もうこんなにもクソデカスタッツ、諸星キラリ絶対に強い。このカードを出すことで全ての人がニョワニョワニョワになるという、もう間違いないカード。あ、トキコ様、もうね、アイドルマスターシンデレラガールズの中でボイスがまだついていないアイドルというのは数多く残念ながらいるんですけれども、その中でもひときわ存在感を放つアイドルの一人であります、トキコ様。もうこの目で見つめられたら僕の方が変なボイスが出ますよという、そういうカードですね。あ、ヒン、あ、これピン済みだ、星翔子さん。もうね、これは進化するって書いてあるんですけどね、そらいつだって彼女はレボリューションなので。ナターリア、ナターリアはね、本当に可愛い、もうね、こんなにも可愛いアイドルはなかなかいないよっていうぐらい、本当にナタリアはね、可愛くて可愛くてたまらないんです。うーん、なぜか SSR を僕はナタリア全部持ってます、大好きなので。あー、しずくさん、もうこの溢れ出る母性がわかりますか。もうね、おっとりと雄大で、そして時には激しく僕たちを元気づけてくれる、そんなしずくさんに僕たちはもうメロメロメロです。そしてさなえさん、もうしずくさんときたらさなえさんときたら、次はおそらく堀優子が来るでしょうという、もう完全にセクシーギルティーなこの流れ、僕の罪も断罪してください。あー、すずほちゃん、もうね、すずほちゃんほどになれば2回来るんですね、ここはここね、2回来る。あ、これエボルブって書いてある、進化って書いてあるから、進化前と進化後みたいにカードが2種類あるっていうことなのかな、多分。そう、特訓後の衣装になってるもんね、これ。あ、やっぱりそうですね、完全にシンデレラフェスのミリアちゃんだもの、これは完全にエボルブ、進化後は。すごいね、松山さんもみんな進化していくんだ、もう。あ、もう進化なんてね、最初からしてるけどね、僕の中では常にエボリューションなので。そしてなんだこれは、パッションイヤリング、アイテムカードのようなものでしょうかね。おー、まあこのイヤリングをつけることによってさらにアイドルたちが輝いていくというたまらない状況ですね。うん、 EP、 うん、何かわかりませんが、とりあえずこれを払うことで進化するみたいな、そういうことなんでしょう。ということで、これがパッションデッキの全貌でした。よくわからなかったよっていう人は安心してください、僕も全くよくわかっていません。ということで、それではこの、このね、スターターになんか入ってるパックですね、パラレルカードが、この中にあったカードのパラレル仕様のカードがランダムで11種類中3枚入っているらしいです。そりゃこんだけ僕も箱を買った甲斐がありますね。じゃあちょっとリーダーカード見る前にこのパック開けちゃいましょうか。さあ、誰が入ってる。おお、キラッキラの松山久美子さん、サインついてるからね、えぐいな、これ。え、こんなの入ってんの、ずるくない、こんなスターター買いたりんかもしれん、マジでえぐ。おお、ちょっと僕らのアイドル矢口美優さんもサイン入って、キラキラすぎる、わかるかなこれ、動画で。このキラキラの輝き、うん、素晴らしい。そして僕たちの U149 赤木ミリアちゃんも可愛すぎる。あー、もう眼福でございます。じゃあこのパックもね、スターター6個分開けれるということで素晴らしいね。それでは待望のリーダーカード見ていきましょうか。オープン。お、これは多分パラレルじゃないね。うん、ステージオブマジックの本田美桜だから、特訓多分後の方が出たらそれがパラレルだよっていうことですね。よし、ということで、これこういう感じのスターターの収録内容なのでね、これから、まあ、2箱目からはもうね、このパックとリーダーカードだけを見ていくということでやっていきましょう。じゃん、ということで5つ分用意しました。まあ、ちょっとこれまずね、リーダーカードは最後に見ていくとして、パックをまず開けていきます。いっちゃおう。じゃん、おお、すずほちゃん、いいね、めっちゃ光ってんな、マジですごくない、普通に。お、しかもダブルすずほちゃんパック。お、ミリアちゃん、ミリアちゃんも特訓前後光ったね、これで。すごい、なるほどね、こんなスズホダブルスズホパックなんてあっていいんだ、すごい。そしてまあ残りはもう一括で見ます。じゃん、お、スズホちゃん、まあこれランダム3種類だからね。お、スズホちゃん、スズホちゃん、おー、高森愛子さん、
これは完全に手作りの幸せこもってますよ。みゆちゃんいいね。あ、スズホちゃん、スズホちゃんの3枚揃ったね。もう3積みできるね。おみゆちゃんも3枚、いいね。あ、スズホちゃん3枚いいね。おちゃんみよちゃんと光るんだからねえ、もう最高でしょ。みよみよ、もう最高でしょ。サインも入ってるし、もうこういう風にねパックにこう光ってるカードが入ってるんですよ。皆さんぜひ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 スターター開けてみてください。それではリーダーカード、チャンミオのねパラレルがあるのかどうか1枚ずつ見ていきましょう。じゃん。まあ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 、これは出ないのが基本なのでね、もう出なくても当然という気持ちでゆっくり見ていきます。ゆっくりというかもう見ていきます。あー、これは出ませんね、チャンミオ。あー、出ません、チャンミオ。まあこんな可愛いチャンミオがね6枚ももらえたんだから、出なくてもねそれはそれでありでしょうということで、次はクールを行こうかな。ということでクールスターターをドン。ということでクールも6つ同じように見ていきましょう。いやー、まあまあまあ、でもねこれは正直ね出ないでしょうという読みです。これはもうね出ないのが当然という。いやでもねクールはクールで、さっきとは違ってもう本当にクールな感じもうボキャブラリーは全くありませんが、とりあえずこちらを開封していく。ザン。ということでね、そういえば多分説明してなかったと思うんだけど、このリーダーカードっていうのはカードゲームでこうカードを場に展開するんだけど、このリーダーカードっていうのがこう置いてあって、こいつが自分自身みたいな、そういうカードです。だからこれがないとそもそもゲームができないっていう、そういう大事なカードにパラレル仕様があるという、もうねやってんねサイゲームスさんという、そういう仕様でございますよ。それではクールもちょっとカード見ていきましょうか。やはりトライアドプリムス、ここは完全に渋谷凛さん、もうトライアドプリムスといえば渋谷凛さんでしょうと、そういうカードですね。そしてこちらオーバーザレインボーの神谷直さん、トライアドプリムスはねまだ渋谷凛さんしか刷られていないんですよ。サイゲームスさん早くしてください、待ってますよ僕たちは。美しい。そしてソングフォーライフの北条かねさん、こちらもですね早くトライアドプリムスの2人を刷ってください、頼みますよ頼みますよ。デレステ運営さん、それだけを待ってますよ。あー、そしてここで安田先輩、岡崎先輩がここで現れる、もうね最高最高級。そしてゆきみちゃん、いいね、かわいいね、京都出身だからね、かわいいね、あ、加古さん、かつてはお正月限定アイドルとして名を馳せた加古さんも今では年中無休です、ありがとうございます。これは進化する、あなたはいつだって進化していますよ。あー、ちづるちゃんいいなぁ。ここでこのちづるちゃんが出てくる、みんなちょっと予想してなかったと思いますけど、この意外性、この可愛さ、このひたむきさ、理解できますか？最高でしょう。水木セイラさん、総選挙めちゃくちゃ惜しかったなぁ、うん、でも来年こそはあなたに必ず声がつくでしょう。最高ですセイラさん。お、ほのかさん、ほのかさんの思い出をね僕は一つ語るとするのならば、デレステの一番最初のシンデレラキャラバンの報酬がほのかさんだったわけですね。まあほのかさんと星翔子さんだったんですけれど、その時ね僕はこのほのかさんを、星翔子さんは全然落ちなくて、で当時キャラバンメダルとかもなかったのでね、このほのかさんをスタラン15にする、それだけを目標に毎日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 死ぬほどやって、でこのスタラン15にやったほのかさんをセンターにして、やって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 、最終日の終了10分前に星翔子がドロップして初めてで報酬が揃ったという思い出のアイドルでございます。大好きですよ音羽さん。もう音羽さんはね、このさっきも似たようなコメントをしてるかもしれませんが、もうねメロディストなんですね。もうミュージシャンとかなんていうんですか、そういうのじゃなくて、彼女を一言で表すならばもうメロディストです。メロディーリンリンのメロディスト音羽さん。いやいいな、チョイスが本当に。そしてこちら、ただ一つの器、これは多分ねキャラクターのカードじゃないですね。アミュレットって言って場に置くなんか道具みたいな扱いですね。つまりはじめちゃんの作った器が場に常に置かれているという、こんなエモい状況でできるカードゲームは他にありません。最高級。お、満開のパノラマ、これは魔法カード扱いなんですね。まあね、さすがにねこのレベルの魔法を使われたら全人類今すぐ裸眼の人間もコンタクトの人間も全員目玉が消し飛んで、気づいた時にはメガネをかけていることでしょう。
あ、ノアさん。ノアさんがピン積み枠なんですね。これは進化する。そう。いつだってレボリューション。だからあなたはノアさんなんです。素晴らしい。あ、ルーキートレーナー。これパッションの方にも入ってなかったな。すごいね。あ、そしてゆきみちゃんのエボルブ進化カード。ここから進化カード枠ですね。カコさんの進化カード。素晴らしい。この中からまたパックの中でね、光っていくという、もうこの美しさ、この素晴らしさ、このときめきクールイヤリングがわかりますか？もうね、最高級なんですよね。ということで、これがクールのスターターデッキの概要でしたね。ああ、なんてわかりやすいデッキ紹介なんだろうか。それでは、このパック開けていきましょう。じゃん！おぉ、セーラさん！もう美しすぎるんですよね、マジで。ああ、カコさん、美しすぎるんですよ、本当にね、もう。ゆきみちゃん、やはり京都。この美しさが僕たちを常に輝かしてくれる。そして、リーダーカードはドン！まあ、そう、素晴らしい。もうこの、渋谷の中でね、もうね、周りの速度がめちゃくちゃ遅く見えるぐらい、超高速で動いている設定の、渋谷凛さんですね。いや、そういうわけではないんですけどね。この渋谷凛さんのパラレルが出るのかどうか、それだけに期待していきましょう。それだけにじゃないな。それではまずパックのカード見ていきましょうか。セーラさん、素晴らしい。これ何枚ダブってもいいですからね、本当に。カコさん、これ収録の時、セーラさん特訓前、ちょっと変な声が出ましたけどね、空出るでしょうという。ちつるさん、このサインの美しさ、わかりますか？ちつるさんの大好きなんです。ゆきみちゃん、素晴らしすぎるでしょう。この可愛さ。あ、カコさん、素晴らしい。おー、なお。これいいな。こんなにいいことが僕を待っている。草木パイセン、可愛すぎる。あ、セイラさん、最高。あ、セイラさん、最高。あ、パイセン、いいっすね。これマジで完全ランダム風流なんですね。だって、かなり偏って、シブリン、もう満足。大満足セーラさん。最高級でしたね。ゆきみちゃん。いいねー。こんなにも光る。もう美しすぎる。素晴らしすぎる。そして、運命のリーダーカード。さあ、シブリン、微笑んでくれる時は来るのか。2枚。3枚。4枚。5枚。これは来ません。6枚。やはり来ません。しかし、それがいい。いや、もう全く意味がわからん。ということで、クールの開封結果でしたね。それでは続いては、キュートの開封結果に行きましょうか。ドドン！ドーン！ということで、キュートの6箱。いやー、これなかなかね、やっぱり、リーダーのパラレルを出すというのは難しいかもしれませんね。しかし、見てください。この、キューティーピンクなこの感じ。もうね、こんなの見せられたら、すでに満足していますよ、僕は。ということで、開けていきましょうか。まあ、これがキュートのパックで、まあ、まだ見てませんが、リーダーカード。そして、島村うずきさん。キュートもね、最後なので、カード、何が入っているのかしっかり見ていきましょう。まず、やはり、私たちのピンクチェックスクール、島村うずきさん、もう最高級の笑顔。あなたの武器は、笑顔です。そして、ピンクチェックスクール、五十嵐京子さん。もうね、この家庭的な感じ、そして中の人の最近の売れっぷり、もうライブでは見れないんじゃないかという焦り、すべてが愛おしい、五十嵐京子さんです。そしてピンクチェックスクール、小日向美穂さん。もうね、わかりますか？わかるでしょう。言わなくたってわかる。これはもうね、言わなくても伝わる魅力なんです。ピンクチェックスクール、3人揃い踏み、羨ましい、素晴らしい。そして横山千佳ちゃんが光っていらっしゃる。もうね、やはりね、魔法少女はね、光り輝いているものなんですよ、と。そういうことですね。美しすぎる。そしてチャマ、もうチャマはね、光り輝いているんです、どんな時でも常に。え、ノーマル仕様じゃないかって、あなたには見えないんですか、このきらめきが。池袋秋葉ちゃん、もうね、この発明レベル、この科学レベル、これは進化する。そう、あなたこそがエボリューション、未来をどんどん進化させていく思考の存在。素晴らしい。栗原姉さん、もうね、見てください、見てください、この姉さんが食べているホットドッグが僕たちを常に勇気づけ、元気づけてくれている、そんな一枚になっております。そして道明寺かりんさん、
どんな不幸な逆境も常に弾き飛ばしていく、あなたは僕のエボリューションです。そしてピンズミ役は今井かなちゃんなんですね。もうね、唯一無二、孤高の可愛さ、美しさ、きらめき、それらが全てここに詰まっている。コメントが単調になってきているかって難しいんですよ、なかなかね。そして僕たちの小早川さえちゃん、これはね、一番最初の限定ですね。当然持っているのでね、これはもう思い出深いカードです。大好きです、ありがとうございます。のりこさん、まさかね、ドーナッツアイドルとして初めて彼女を見た時と今とで、彼女がこんなにも可愛く、さらに美しく、魅力的に人気を得て輝いていくところを、僕はね、正直初見の時は想像できておりませんでした。自分の未熟さを痛感させられる日々でございます。大好きです、のりこさん。そして水本ゆかりさん、このスターターにはね、水本ゆかりと小早川さえ両方が収録されているんですね。そして今のところ恐ろしいことが起きてるんですよ。リップスのメンバーはスターターには入っていないんですね。素晴らしいことです、何がです。そしてミレイちゃん、この前来たミレイちゃんのね、てこのミレイちゃん可愛すぎ。今ね、この前来たミレイちゃんの SSR めっちゃ可愛かったよねって言おうと思ったんだけど、このミレイちゃんそもそも可愛すぎ、何これ、何ですこれ、もう無理です、可愛すぎ。これは完全にクラリスさんですね。半夜に祈りを。もうね、どんな効果かは知りませんが、おそらく相手のライフをゼロにして自分のライフを200点回復するみたいな、そういう効果だと思いますね。可愛すぎるので。そしてここからがエボルブ。ももかちゃま、ありがとうございます。アギハさん、ありがとうございます。いいエボルブです。そして栗原姉さんのエボルブ、素晴らしい。カナさんのエボルブ、素晴らしい。そしてキュートイヤリング。そして EP。僕たちを包み込んでくれている。さあ、これが、キュートスターターの全容になります。そしてパックをまず剥いていきましょう。パックを僕は剥いていくんです。ズリブリデュシュッ、おーねねさん、いきなりブリブリねねさん、素晴らしい美しさ、もう擬音がもう自分で今言ったことを後悔するレベルの汚さ、美しすぎる。そしてチカちゃん、やはり魔法少女は常に光り輝いている。さっき言ったでしょ、名は手を表すんですよ。はい、おー見てください、この可愛すぎるサインを。最高級。いや、嬉しい。そして、オープン。あー、いや、ステージオブマジック、島村ゆずきさん。さあ、ということで、ラストスパート、キュートのこのバックとリーダーカードを全部見て、僕がどんなテンションになるのか、仮に言っていきましょう。何も出なくてもテンションはずっとブリブリです。よし、ということで、残りのカードたちですね。見ていきましょう。やはりまずはこのキラキラ加工から。もう表向けて見ていきます。これは、おー、ももかちゃま、素晴らしい。ねねさん、素晴らしい。あ、ここで五十嵐京子さんを打ち抜いていく。素晴らしさ。なるほど。ねねさん、もう、きらめき、あー、うずき、いいね。なんだかんだニュージェネは全員ちゃんと聞いてるね。おー、かりんさん。ねねちゃん、おーい。ちょっと待って、もうなんか、あーいってなってきた、もう。なんかマジで全種類欲しいねこれ。さすがに嬉しいでしょこれは。嬉しくないやつおるんかっていうレベル。いやでもやっぱりあれなんだな、うずきとかの封入率は結構低いんだね。それではラストのリーダー、これね、友達が当てたねリーダーのパラレルがうずきだったんですよね。そして僕たち同じ店で買ってるので時間差はあれど、なのでこれはね、うずきはおそらくね出ないですね。出ませんでしたということで、いやでもね、十分です、十分すぎる結果。もうね、ただ剥くだけで楽しいというこちらのアデマスターシンデレラガールとシャドウバスエボルブのコラボスターター、皆さんもぜひ剥いてみてはいかがでしょうか。ちなみに確かね、リーダーパラレル買うと1枚1万円ちょっとぐらいで買えるので、まあどうしても出ないよって人はね、買ったらいいと思いますよ。僕も多分買ってると思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。多分次の動画はね、このスターターではなくてブースターをね、カートンで剥くというスターターに多分なると思うので、こちらもぜひ見てくれると嬉しいですね。いやー楽しかった。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。